へえ、こんなところもあったのか。正確な数はわからないが、研究施設は世界中に点在している。それで21号は？ああ、別室で休ませている。いずれ意識を取り戻すだろう。そうか。それで、あの21号ってやつは何者なんだ？彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた、セルをも超える究極の人造人間だ。あいつを超えるか。セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、俺たちが知っているセルを超えている。だが21号の力はそんなものではない。その成長したセルすら上回る力を秘めている。そして一番厄介なのは彼女の捕食衝動だ。生物を食べることでエネルギーを吸収し、際限なくパワーアップする。驚いたな。セルを超える化け物ってことか。そもそもエネルギー吸収って、なんでそんなことする必要があるのさ。これはあくまで予測でしかないが、21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い。彼女の捕食衝動は人格を持っていて、今の21号の意に反して捕食をしてしまう。それほどに凶暴なものなのだ。つまりあいつの中にはもう一人の凶暴なあいつがいるのか。ああ、21号は表に出ようとする衝動を必死に抑えながら生きている。なあ16号、それほど危険な奴にお前はなぜ従うんだ。俺は21号の暴走を止めるため、彼女の手によって復元されたからだ。まったくあんたらしいね。どんなヤバい奴でも命令なら従うなんてさ。でもここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。21号に従うのも命令だけとは思えないんだけど。やれやれ、お得意のだんまりか。まあそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。それより今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。ああ、そのために利用しようとしたのがリンクシステムだ。リンクシステムはもともとドクター・ゲロが開発したもの。彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとした。リンクしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか。俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っていた。リンクした人間が肉体を自由に操ることができるようになると。なるほど。自分に反抗的なやつもリンクを使えばコントロールできるってわけか。あのクソジジイの考えそうなことだ。だがリンクの状態を維持することは想定以上に困難なことだった。普通人間の精神は自分の肉体から長時間離れることができないのだ。たとえリンクできたとしても1分と持たず精神が元の肉体に戻ってしまう。18号の中にいる者よ、こうして今もリンクを維持できるお前は我々にも説明がつかない存在なのだ。それじゃあ初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか。そう思われても仕方がないだろう。今まで黙っていたことは申し訳なかったと思っている。そのリンクの才能は21号にとって最後の希望だったのだ。どうか今はこのまま力を貸してはくれないだろうか。驚いた。あんたこの流れで協力するっていうのか。どうやら想像以上のお人よしみたいだね。どちらにせよクローンを全て倒すまでリンクを解除する気はないんだろ。結局はどう転んだってやるべきことは変わらないさ。もし21号の捕食衝動が強くなれば
今のお前では止められなくなるだろう。お前にはさらに強くなってもらう必要がある。ふん、全くついてないぜ。俺たちはとんでもない貧乏くじを引かされちまったみたいだな。Yes!
しやってる。これでも食らえ、エルズクラッシュ。明るいね。はっやカウンター。ほら、レッツゴーし、ほらカウンター。うわぁ、行くよ。はあ、行くよ。17号。分かった分かった。じゃあね、バイ。ミニオーレし、やあやあ、クラッときな、クラッときな。見るほど知らず、やってやるか。ほっ、勝たせてもらうよ。クラッ、17号。
問題ない。セイク。問題ない。カウンター。エルズ。クラッシュ。ハラ。ソラ。レッツゴー。ハッ。ヤ。クソ。もっと楽しもうか。ヤッホー、こいつはどうだい。くらえ。アウトステージ。カウントいけねえ。ヤッホー、カウントカウントカウントスイッこれでもくらえ。エルズクラー。ヤッホー！
あなたのおかげで少し落ち着きました。皆さんに心配ばかりかけてしまってすみません。16号にもこれ以上心配かけないように私がしっかりしないと。こんな調子じゃ16号を復元した意味がなくなってしまいますから。実はまだ人造人間になる前、私には息子がいたそうなんです。そしてその息子をモデルに作られたのが人造人間16号。それが分かった時、どうしても会いたくてそばにいたくなってしまって、それで復元してからお願いしたんです。私の家族になってって。だから家族として一緒にいられるよう私も頑張らないといけないんです。